村君。ありがとうございます。それでは次の日航123便墜落事故の原因究明の問題に移りたいと思います。昭和60年8月12日に発生した JAL123 便墜落事故の原因について事故調査報告書ではどのように説明されているのでしょうか。概要をご説明ください。石井国土交通大臣。日本航空123便事故につきましては、当時の航空事故調査委員会が昭和62年6月に航空事故調査報告書を公表しております。報告書におきましては、事故原因につきまして、本事故は後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊したことにより胴体後部垂直尾翼操縦系統が損壊をし、飛行性能の低下と主操縦機能を喪失したために生じたと推定されるとしております。津村君。最後に推定とおっしゃったんですけども、推定というのは断定ではないということでしょうか。断定と推定の意味の違いを教えてください。石井大臣。事故調査報告書の記載は以下を国際民間航空機関のガイドラインに基づきまして、原因等の推定度合いを4段階に分類して記載をしてございます。断定できる場合には認められるという記載でございます。断定できないがほぼ間違いない場合には推定されるという記載でございまして、123便については断定できないがほぼ間違いない場合を意味する推定されるを使用していると承知をしております。須村君。JAL123 便墜落事故の事故調査に関連いたしまして、例えば紙でのですね、分析資料もあると思いますが、同機の残骸、死亡診断書等、さまざまな資料を使用したと承知をしております。運輸安全委員会が保存している資料の種類、保存場所、件数、保存期間とその法的根拠についてご説明ください。石井国土交通大臣。運輸安全委員会によれば、当該事故の資料の保存に関する基本的考え方は、次のとおりと聞いております。まず事故原因の究明および再発防止のために必要なものはすべて事故調査報告書に記載することにより永久に保有をすると。その他の資料についてはマイクロフィルム化し事案の重要性に鑑みできるだけ長期に保存すると。国際民間航空条約においては事故調査のために収集をし作成等をした資料は当該事故調査以外の目的に利用できるようにしてはならないとされていることから、具体的な件名や件数等については不開示とすると、こういう基本的な考え方と聞いております。お尋ね件につきましては、こういった考え方から次のとおりになると聞いております。まず、資料の種類および件数についてでありますが、具体的な件名および件数は開示できないが、分析資料等はマイクロフィルム化して保存をし、同機の残骸等の本体は所有者に返却をしておると。資料の保存場所については、マイクロフィルムを運輸安全委員会において保管をしている。資料の保存期間については、現時点では平成20年10月の運輸安全委員会発足より30年間とされているが、事案の重要性に鑑み、今後延長を検討するということでございます。津村君。国土交通委員の皆さんに申し上げますが、8ページのですね、このニュースの記事をご覧いただければというふうに思います。これは4年前になりますけれども、日航機墜落事故のちょうど30年の日、2015年8月12日の、これはテレビ朝日系列のニュースでございます。テレビ朝日系列 ANN は情報公開請求で得た資料などから残骸が沈んでいるとされる相模湾の海底を調査し、123便の部品の可能性がある物体を発見しました。先月29日、静岡県東伊豆町の沖合約 2.5km、 123便の推定飛行ルートの真下にあたる水深160メートルの海底で撮影された映像です。 1.5 メートルから2メートルほどの大きさ、
当時の事故調査官は、仮に飛行機の部品だとすると、APU の周りについているコントロールボックスと言われているようなものではないかとおっしゃっています。123便をめぐってはですね、相模湾上空での先ほどお話ありましたとおり、トラブルの際に機体から垂直尾翼の大半や APU を含む機体後部の部品が見つからないまま、調査が事故から1年10ヶ月後に調査が終了しているということであります。私はですね、ぜひこれを、この物体を調査するべきだと思うのですが、このあと運輸安全委員会が動いた形跡もなければ、報道も一切途絶えております。極めて不自然だと思っているんですけれども、運輸安全委員会において調査を行ったのでしょうか、伺いたいと思います。石井大臣。運輸安全委員会におきましては、本件報道を受けた調査は行っていないと承知をしております。委員長。津村君。仮にこの水深160メートルで、1メートルから2メートルの物体を海底から引き上げる場合の費用はどの程度でしょうか。石井大臣。運輸安全委員会がサルベージ会社に話を聞いたところによりますと、報道の時点から約4年経過をしていることから、その位置を改めて探査するとともに、物体の重量、形状、状態等を事前に調査することが必要とのことであります。引き上げ費用につきましては、探査範囲や引き上げの難度、所要日数等によって大きく変動するということでありますが、少なくとも数千万円のオーダーが見込まれると聞いているところでございます。津村君。数千万円のオーダーということですね。わかりました。ぜひその数千万円を国費として支出して、この重大事故の原因究明に役立てるべきだということを申し上げたいというふうに思います。大臣のお考えを聞かせてください。石井大臣。運輸安全委員会は国家行政組織法第3条に基づく、いわゆる三条委員会でございます。府省の大臣などからの指揮や監督を受けず、独立して権限を行使することができる合議制の機関でございます。特に運輸安全委員会は国土交通大臣への勧告意見の発出を行うこともあるため、運輸安全委員会設置法第6条に基づき、委員長及び委員の職権行使の独立性が担保されております。このため国土交通大臣は個別の調査案件につきまして、運輸安全委員会に対して特段の指導等を行う立場にはございません。本件報道を受けた対応につきましても、国土交通大臣から指示することは適切ではなく、運輸安全委員会において適切に判断されるべきものと考えております。津村君。機会を改めまして、運輸安全委員会の責任者の方にご質問をしていきたいと思っています。9ページ以降にですね、木星号墜落事故についてのウィキペディアを皆さんにお配りいたしました。この木星号の事故というのはですね、空白の7年間と言われたまさに戦後直後、この日本の航空業界が、飛行機を飛ばせなかった時期の直後にですね、 JAL が飛行機を飛ばし始めた直後に起きた伊豆大島に激突したというこの事故でありまして、資料その他まだ原因が非常に不透明だと言われている事故であります。ちなみにこの事故は JAL123 便墜落事故と極めて近接した、あえて言えば横田空域と極めて近接した場所で起こった事故でもございます。この事故の原因について国土交通省はどういう認識でございますか。石井国土交通大臣。木星号事故につきましては、航空事故調査委員会設立前の事故であり、記憶が残されておりませんが、当時の国会の議事録によりますと、事故原因及び飛行の状況につきましては、飛行中、同機の操縦者が後方上、何らかの錯誤を起こして、航空路に規定をされている最低安全高度以下を飛行したことにより、大島、三原山の山腹に衝突したものと推定をされております。津村委員。時間が来ておりますのでもう終わります。ぜひ日本の空の安全のためにですね、日米間の航空その他、日米合同委員会の合意についてはきちんと透明性を確保していただきたいことと、過去の重大事故に関する原因究明にはもうベストを尽くしていただきたい。数千万円のオーダーなのであれば、運輸安全委員会にはぜひこの部品の引き上げと調査を求めたいと思います。終わります。